バイ君皇軍の確々たる戦果は、南方諸民族の胸中深く大東亜建設の盛業を刻んで、幸運あるところ必ず住民の頼もしい協力の姿が見られます。ここ南方基地の島民も自ら進んで海の先盛りを買っていで、海軍教官の指導のもとに厳格な訓練が開始されました。陸地でまず見張り員の処方を収めた彼らには、いよいよ待ちに待った乗船です。常日頃ことのほか視力の優れた島民にはこの先盛りの任務は最も適したもので、ぐんぐん上がる成績に手を取って教える教官の言葉も思わず力が入ります。見張り員配置につけ。命令一課見張りの部署につく彼らは皇軍の勇士に劣らぬ活躍ぶりであります。東亜の共同の宿敵ベイエイ、忍び寄る敵逃さじと瞳を凝らす彼らの姿は、おのずからの誇りと栄光に輝くかに見えます。昼となく夜となく、元として揺るぎなき我が南方哨戒の固めは、ここ南の島陰にしばし翼を休める海の表しの任務でもあります。愛機の修理を終われば、今日もまた南明のしじまを破る爆音を後に、一機また一機、大空遠く、ベイエイ撃滅のその日まで、任務の哨戒飛行は続けられます。